かつて私は、平成9年の時に労働政務次官を経験いたしまして、同じような内容について頑張りました。大阪にもその職業訓練所とかハローワークなんかを設置いたしまして、頑張ったつもりでおりますけれども、雇用形態が多様化した現在の状況の中で、若者が一定のその職業職種に定着しない傾向が現在ございます。働きたいのに働けないという社会状況もありますけれども、景気回復によって雇用拡大を図っていかなければならないと考えています。一方で就職できたとしても短期間で退職してしまうという、いわゆるその離職率の高さもですね、無視できません。社会人である以上守らなければならないルールもあれば、自我を抑えて耐えなければならないこともたくさんあることを認識して、与えられた環境の中で、自らの持てるそういう力を最大限に発揮する力強い若者が増えることを期待しております。そのためにも、小中高大とそれぞれの教育段階において職と関わる機会を持つ必要があると考えています。合わせてその企業側においてもですね、もう社員とかその人を育てる環境をその作ってもらいたいなと、また行政面においてもサポートしてもらって、さらなる取り組みも重要な視点であると考えています。